東谷駅は北海道阿部郡東谷湖町朝日町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅。駅番号は H41。事務官コードは13304。東谷湖町の代表駅で国道37号沿いにある。東谷の名はアイヌ語の「東」と「矢」に由来する。旧駅名の阿部は東駅の所在している地名より、地名はアイヌ語の「阿部ペ、 に由来すると言われているが、別説もある。優等列車はいずれも札幌駅発着で、特急、北斗2号を除く、すべての旅客列車が停車する。かつての駅舎1976年の東野駅と、周囲約 1.5×1km 範囲、右が東室蘭方面で、東駅から薄駅まで単線区間、駅裏の東室蘭側に、本線脇を並走した後に、 踏切から写真右へ向かってカーブを切り波を描くように敷かれた東野古電気鉄道の軌道跡が道路に転用されて残っている。国土交通省国土画像情報をもとに作成端式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線を有する地上駅。互いのホームは東室蘭方面の湖線橋で連絡している。他に一番線側に おしゃまんべ方面から分岐した側線を一本時点では2本、3番線の外側にもおしゃまんべ方面から分岐した側線を一本時点では2本有していた。乗り場は駅舎側から1、2、3番線で、2番線は当駅折り返し列車や貨物列車の対比などに使われる。大阪駅の臨時寝台特急、トワイライトエクスプレス運行当時は、 自列車由来の大幅な遅延がない限り2番乗り場に停車して客扱いを行い、函館駅の特急、北斗12号を退避していた。駅舎は線路の西側に位置し、短式ホームに接している。直営駅で緑の窓口、近距離用の自動券売機を設置している。JR 北海道レンタリストや営業所がある。また、東駅交流センターが併設されているほか、自由通路で、 東野湖町役場と直結している。第34回主要国首脳会議開催に伴って LCD 発車表、駅自動放送を導入した。主な駅弁は、下記の通り、東野湖周辺観光の最寄り駅。駅前に道南バスによる東野駅前停留所がある。道自動車道アブタ東野湖 IC に近接している。特急列車の停車駅は、各列車記事を参照。 北海道両角鉄道室蘭本線豊浦駅、東谷駅薄駅東谷小電気鉄道東谷小電気鉄道線阿武田駅三原市駅、ありがとうございます。